しない土佐藩は板垣に軍を一任します。板垣は旧態依然とした軍の大改革に着手、鉄砲や大砲を装備した近代的な軍隊へと生まれ変わらせます。幕府を討つための準備は着々と整いつつありました。しかしそんな板垣の計画をひっくり返す宿命のライバルが登場します。坂本龍馬です。